皆さん、いつもご視聴いただき、ありがとうございます。仏法学習チャンネルのレオンです。2024年4月度座談会背徳御所の解説をしていきたいと思います。今回は、障子一大事、血脈症の一節となります。語問としては短いものですが、青年教学2級試験にも登場するなど、重要な語問として受け継がれてきました。 その理由が池田先生の御所講義より明記されています。戸田先生は、この「正治一大事結脈章」を読むのはとても面倒です。スラスラ読んで分かったとも思うが、またわからなくなってくる。境界が深まるたびに読み方が深まってくる。という意味のことを何回となく語っておられた。また戸田先生は、 日蓮文化にとって新人の骨髄の御所でありこれを離れて光線ルフもなければ新人の核心、仏法の骨髄に触れることはできないとまで言われていました私自身も拝読のたびにおろそかにしてはならない御所だと痛感していますこれから新入会のとも未来部に新人を継承していく上で 大事な御問であることを念頭に置いた上で学んでいきたいと思います。それでは語問を拝読していきます。生児一大事血脈症。愛構えて、愛構えて、強情の大神力を致して、難病法蓮華経、臨終少年と記念したまえ、 生児一大事の血脈、これより他に、全く求むることなかれ。煩悩即母大、生児即涅槃とは、これなり。新人の血脈なくんば、法華経を保つとも、無役なり。痛快です。よくよく心して、強情の大神力を起こして、南妙法蓮華経、 臨終少年と記念しなさい。少子一大事の血脈をこれより他に決して求めてはならない。煩悩即母提少子即涅槃とはこのことである。新人の血脈がなければ、法華経を保っても無益である。この御門の通り、池田先生はじめ、 戸田先生、牧口先生と私たち創価学会は新人の血脈を継承し、遺体同心の鉄壁なる団結を築いてきました。それでは背景と体位、また語句を整理しながら、この御門を理解していきましょう。本章は、文永9年、1272年、 2月11日、日蓮大聖人が51歳の時に、前年に流罪された佐渡の塚原で仕た,ためられ、再連邦に当てられた御所とされています。再連邦とは、元は天台の学僧であったとされており、何らかの理由で佐渡へ流罪され、大聖人に帰還したとされています。 この帰えした要因となったのが、前月に念仏の諸州数百人と行われた塚原問答だったようだとも言われています。しかし、詳細については確実とは申し上げがたく、不明です。この再連坊が日蓮大聖人に、庄司一大事血脈という重要な質問を受けた回答が、この ご返事となりますでは「生じ一大事」とはどのような意味を持つか一見「生じ」は「一大事」の出来事だよと捉えられてしまいますが一字一字に深い意味がありますまず「生じ」とは生まれては死に死んでは生まれるという生じを繰り返す生命のことを言います 一大事とは根本の大事、寛容という意味です。この一というのは、たくさんある中の一つではなく、この一つ以外にないという一のことです。その唯一無二の根本の大事が一大事となります。従って、この生直一大事とは、生と死を繰り返し、流転する生命における。 最重要の大事なことであり、万人成仏の方を指しています。また、血脈とは、親から子へ受け継がれる表現であることはもちろんですが、師匠から弟子へ連なっていく血脈とも言えます。総じて、この生治一大事血脈とは、生命の究極の方が、いかにして、 仏から主乗に伝えられ、生じを繰り返し主乗の生命に権限されていくかということになります。さて、本章前半から中盤では、生じ一大事の血脈を3つの要件として挙げられています。丸 ① 仏と法と主乗が共に妙法の等体であると信じて、 題目を唱える二、三世にわたって、法華経から離れない、持続、不退転の信心。三、異体同心の信心です。それぞれ、簡潔に説明させていただきます。一は、私たちに仏の生命が備わっていることを信じ、難名、法蓮華経と、 題目を唱えていくことですすは池田先生の御所講義より引用します一生において一つの信念を貫くことさえ容易ではないしかるに三世にわたる信心を教えられているのは簡単なことであるように見えながらこれほど困難なまたこれほど大切なこともないと教えられていると拝したい。 とのご指導の通り、持続と不退転の新人です。〇さんは、光線ルフを目指して、一人一人が人間革命をし、一生成仏を目指して、遺体同心に南病法蓮華経と唱えることです。この三つの要件を満たし、結論したのが、今回の拝読五問になります。では、 拝読御門を紐解いていきます。日蓮大聖人は、愛構えて、愛構えて、よくよく心してとおっしゃっているように、この御門が最も重要な結論であると伺えます。続き、強情の大神力をいたして、南明法蓮華経、臨終少年と、 記念したまえと、再連望にただいまが臨終であるように、強き一年で大目を唱えるように訴えられています。庄司一大事の血脈、これよりほかに全く求むることなかれとの言葉の通り、血脈から逸脱しないように戒められています。それから 煩悩即菩提、生事即涅槃とはこれなり、と、煩悩に翻弄されている私たちの生命に、仏の悟りが現れること、生事の苦しみに流されている私たちの身に、仏が成就した真の安楽の境地が権限することを、信心の実践から変革できると述べられています。そして 信人の血脈なくんば、法華経を保つとも無役なり。とあるように、法華経という法のみでは、真実の成仏の道には入れない、と仰せです。法華経を身をもって読んだ日蓮大聖人以来の正当の信人。これが、正治一大事血脈、すなわち、新人の血脈です。 この新人の血脈を池田先生は次のようにご指導されています。恩師戸田先生は語られました。高専ルフに戦う以外に新人はない。こう覚悟することだ。新人の血脈は高専ルフの祈りと拡大なくしてはありえません。この新人の血脈を神明を惜しまず、 受け継いできたのが、創価の指定です。従って、指定不二と、遺体同心の創価の信心に徹していく限り、自由の使命の人材は、崩壊と郁言するのです。この症状を無比なる創価の世界、学会の組織をどこまでも守り抜いていっていただきたい。徹して同志を大切にしていただきたい。 とのご指導のままに、御章を学び、南病法蓮華経と唱え、尺伏に挑戦していく中に、生命の無限の力が発揮されていきます。先ほども申し上げた、この三つの要件を胸に刻む思いで、ともに実践してまいりたいと思います。また、戸田先生が、この章子一大事血脈章は、 がが深深ままるるたびに読み方が深まってくるとおっしゃっていたように繰り返し拝読しながら日々の生活に生かしてまいりましょう三代の師弟によって受け継がれ築かれたこの新人の血脈をこれからの日本そして世界の未来を背負って立つ若者に継承していきましょうそれでで、は最後まで ご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。